元キング&プリンスの岸優太、27、が8月10日放送の、ヒルナンデス。日本テレビ系に VTR 出演。最新の東京のホテルを紹介する企画で、見事な食べレポを披露した。この日の放送では、岸、関ジャニ∞、横山豊、42、タレントの羽野明、54、が調査員に扮して浅草周辺の最新ホテルや地元グルメを紹介。ミッションとして四字熟語を使った食べレポにも挑戦することに。絶景のスカイツリーをバックに、ノーマルの稲荷寿司を食した岸は、お稲荷さんの甘さがしつこくなくて、誰もが好むちょうどいい甘さとしっかりとコメント。さらに、間にちょっとガリ、元ガリを頬張ると、横山も、通やな、と絶賛していた。次に表面を炙った稲荷寿司を食べた岸は、こっちは大人なテイストって感じですねとし、まあ、本当に、一石二鳥。一石二鳥ですよねと四字熟語での食べレポも披露。説明を求められると、この絶景を楽しみながら、美味しさも味わえる。それくらいの絵があるかなっていうとコメント。これに、スタジオの出演者からも歓声が上がっていた。岸優太さん天才食レポです。と絶賛の声、視聴者からも。一度に二度美味しい。岸優太さん天才食レポです。食べるだけで、笑いが起こる岸優太。食べレポと来たらただでは帰らない男岸優太。岸くん、食べリポ上手。一石二鳥。食事と景色を同時に楽しめるってことね。岸くん、よくできました。と絶賛の声が殺到。岸の活躍もあってか、ヒルナンデスは X、Twitter、トレンド1位になるほどだった。岸さんは9月末にジャニーズ事務所を退所。その後は平野紫耀さん、26、と神宮寺勇太さん、25、さらには滝沢秀明さん、41、が立ち上げた株式会社トベに合流することが公約視されています。トベには勢いがありますが、やはりテレビ各局にはまだまだジャニーズへの忖度はあります。そうなるとしばらくは、岸さんを地上波番組で見ることはできなくなりそうな気もしますが、彼は本当に芸人顔負けの面白さですし、バラエティ力が高いこともあり、制作スタッフは放っては置かないのではないでしょうか。制作会社関係者、辞めるきっかけがどこに存在するの？二宮和也は、忖度ゼロ質問。8月7日、嵐の二宮和也、40、の冠番組、ニノさんの2時間スペシャル、ニノさんと遊ぼ、日本テレビ系が放送され、岸も出演。二宮に今後について問われた岸は、正直、やりたいことめちゃくちゃあるんですけど、今まだ決めきれていない状態がありますねと回答。さらに陣内智則、49、の、決まっているのは決まっているけど、言えないのか、ほんまに決まってないのかという質問に対しても、岸は、本当に決まってないですね。本当に決まってないですねと、まだ進路が決まっていないことを強調していた。二宮の、じやりたいことが見つかった。今のところにいると難しいからやめますが普通じゃん。でも、何も決まってないのに、辞めるきっかけがどこに存在するの？という指摘にも、岸は、やりたいことはもちろんあるんですけど、看板立てては正直、言いたくないこともあったりしてと、岸流の表現でお茶を濁していた。平野と神宮寺の渡米の合流が発表されて、1週間後の7月13日、VS 魂グラデーション、フジテレビ系の3時間 SP が放送された。同番組で岸は上沼恵美子、68、ラ豪華ゲストとババ抜き対決を繰り広げたが、上沼が岸に、ソロで頑張られるんですか？と、今後について直球の質問。これに岸は、全く、ちょっと今は、と口を諾すも、上沼は、決まってるんでしょうけど、こう言えない？と畳みかけた。岸は、とりあえずはまだ決まってない状態で、とタジタジになっていた。10月に渡米合流なら芸能界からそう突っ込み。前室の制作会社関係者が続ける。二宮さんは予定調和みたいなことが大嫌いで、忖度なくガンガン行くタイプ。遠慮も気遣いもないとも言えますが、辞めていく岸さんに対しても聞きたいことを聞くという姿勢を貫いたんでしょう。岸さんが困るだろうな、とわかりつつも、鋭い質問をぶつけたんでしょうね。でも、変に気を使って聞かない方が不自然で、そこは良かったですよね。ただ、岸さんは上沼さんにも、まだ決まっていない状態と説明したわけで、これで9月末に退所して10月に渡米に合流するとなったら、二宮さんも上沼さんも、おい、と突っ込みを入れるでしょうね。
ジャニーズ退所後の進路もなかなか難しそうな岸。やはり退所後は、岸が地上波のバラエティ番組に出演するのは難しいのだろうか。戸辺には遅かれ早かれ合流するはずです。やめ、ジャニーは民放キー局の地上波に出演するのは現状はなかなか難しい。それでも岸さんに圧倒的なバラエティ力がありますし、シンプルに面白すぎますからね。加えて、いいやつでもあり、レギュラー番組のスタッフからは本当に愛されている。さらに今はジャニー北川氏、享年87の加害問題などもあり、各局のジャニーズ事務所への忖度は弱まりつつある。退所後も、少しすれば岸さんには、バラエティ番組に欠かせないタレントとして多くの番組からオファーが舞い込むのではないでしょうか。二宮さん、はじめジャニーズの先輩方にも愛されていますし、岸さんだけは特別で、ジャニーズも戸辺も関係なしに番組出演ができそうな感じがしますね。もしかしたら、来年早々にも普通にテレビに出ているかもしれませんよ。全道、ジャニーズ事務所を退所しても岸はテレビスターであり続ける。画像、この顔だけで癒されます。岸優太、リアクション良すぎな、お口あんぐり顔。戸辺入りの岸がバラエティ番組で活躍すれば、平野や神宮寺を地上波番組で見る機会も増えそうだ。